社長でいらっしゃいますか。私、松本でございます。おはようございます。おはようじゃないよ。今何時だと思うとん、もう7時だよ。わしなさんも2時間も前から起きても、大概の用は片付けとるわい。君なさん、今のこの電話で起きたのだろう。いえ、その、私、もう2時間も前から起きておりまして、大抵の用事は済ませております。嘘をつきなさい。声聞けばすぐわかるよ。大体人間の声というものは、その人の人格をはっきりと表すのだ。したがってじゃ、声を磨くことによって自然とその人格も磨かれようというものだ。そこにおいて我が輩もだね、人格陶冶のために義太夫を稽古しておるのだが、忙しい我が輩にとって一日中最も貴重なるその稽古の時間を、くだらないその西洋の歌など歌って邪魔しよるやつがあるのだ。困ったもんじゃ。それはけしからんですな。それは一体どこのドイツです。いや、ドイツもこいつもね、わしのせがれの一郎だよ。若様でいらっしゃいますか。いや、これはどうも、とんだ暴言を申し上げまして。いや、どうも、はい。そこでじゃねえ。一つ君、僕のうちに電話をかけて、その一郎に歌など歌わんように言うてくれんかい。社長は昨夜お帰りにならなかったんでございますか。どっかへお泊まりで。バカ言いたまえ、君じゃあるまいし、わしはちゃんとうちにおるよ。おるけれどもがじゃ、わしは今ちょっと風呂へ入っとるのだ。が、裸でさえなかったらもう一郎の部屋へ飛んで行って通天棒を食らわしてやるのだが、残念じゃよ。Come on here, come on here, 楽しい朝の歌。Come on here, come on here, I tell you you will love me.Come on here, come on here, シャボンはどこだ。 Come on here, come on here, ブラシはどこだ。趣味にまで監修してもらいたくないですよ。さよなら。
話があるのだがね。うん。ねえ、まあまあ、わしの話は先に聞きなさい。ああ、今話すからね、受話器をよくその耳に当てて聞くのだよ。ええかい？あのな、あのな。バカ野郎！言うてやせんわい。その社長がどうじゃねとおっしゃいますと、その後に今夜あたり議題をたっぷりどうじゃねというのをお付きになるので。いや、ところがな、今わしが言うたどうじゃねは、そのどうじゃねとは違うどうじゃねなんだよ。とおっしゃいますの？いや、君は今朝わしの電話聞いたろ。はい。いや、あれなんだがね、何かその…実はせがれの一郎だがね、どうもあれもあのままじゃ誠にどうも頼りなくてしょうがないんだ。でまあ嫁でももろてやって、所帯の苦労、世当たりの味というようなものを教えてやったら、まあちったしっかりした人物になるだろうと思うが、どうじゃねと、そういうどうじゃねなんだよ。そのどうじゃねは誠に結構な道じゃないでございますな。いいかね。大変結構で。そうか。そう決まったらな、わしは早速出かけよう。いつもの骨董クラブへ出よう。バカ言いなさい。思い立ったが吉に行った。ああ、いらっしゃい。あ、おお、これはお珍しい。あら、この大旦那様、ようこそお越し。おお、おかつや、あの麹町の大旦那様おいでになったよ。え、ようこそ。麹町の大旦那様は、そうなんじゃないよ、まさに。あら、おーや、まあ、お珍しい旦那様は。ご無沙汰ばっかりいたしまして、なんとも申し訳ございませんと。ご無沙汰お互いだよ。しかし、なかなか立派な店だ。いや、お前も出世の部類だな。あ、いや、どうもお褒めに預かりまして恐れ入りますもん。何しろもうこの有様でございましてな。いや、立派なもんじゃ。だが、金助、お前なんだな、このおかつと出来よった頃にはこんなその出世するやつだとは思わなかったぞ。いや、どうも恐れ入りますと。いや、もうお屋敷を追い出されました当時のことを思いますと、もう穴がありましたら入りたいくらいでございましてな。何しろもうあの頃は私もお母さんもまだ裏若かったもんで、もう知らにご勘弁を願います。いやわしはそんなその過ぎ去ったことなどは言わないから安心しなさい。いや、今日来たのはな、ちょっとその、頼みがあって来たのだがね。その一郎のことなんで。まあ、一郎坊ちゃんはさぞお可愛くおなり遊ばれたことでございましょうね。私がいつもお乳を差し上げておりましたでございますものね。これ何を言うとるかい。それはもうお前20年も前のことだ。今じゃもう一郎も立派な一人前の男子だよ。それでね、その一郎にだな、その嫁をもらってやろうと思うのだからな。あの若様にあのお嫁さんを。ああ、そらまあ結構なことでございまして。いや、あいつも困ったやつだよ。妙なその西洋歌ばっかり歌っとる。もうまるで気違いだ。そこでだね、同じ嫁をもろってやるならば、その一層西洋歌の好きな女がええだろうと思ってな。それでお前たちがこんな商売やっとるってことを思い出したので、それでわしはここへやってきたのだ。ああ、なるほど。さようでいらっしゃいますか。お前たちならその商売柄、その西洋歌を歌う女子を知ってるだろう。それだから、いや、しかしな、あれは具合ありぞ。
パーマネントか、ああいうな具合悪い、家柄、血筋、素行が肝心だからね、そういうのを一つ心がけといてもらおう。な、分かったな。じゃあわしはこれからその骨董クラブ行かなくちゃ、竹本試着家の売り立てがあるのでな。それじゃあおかつ、ちと屋敷の方へ遊びに来なさい。 ありがとう存じます。お気をつけてどうぞ。ごめんくださいまし。お気をつけてどうぞ。ごめんくださいまし。おかつ、おい、うまいことになっちゃったな。本当にさ、お屋敷お出入りができりゃ何か得だからね。お前、得どころの騒ぎじゃないよ。お前、この話はさっとうまくいけばな、電話の一本ぐらいこう買ってもらえるかもわからないからな。本当にさ。さっさとお前さ、心当たりあんの？冗談言っちゃいけないよ。あんのかい。だ誰さ。何を言ってんだよ。あるわけないじゃないか。お前、こんなちっぽけなお前レコード屋しててさ、いちいち吹っ込みの芸術家と付き合っていられるかってんだよ。それはそうだけどさ。あ、ちょっとお前さ。あんなか手柄のとこ見つけたらどう？ここはね、お客筋がいいもんですから、あんな間違いに来られて本当に困ってしまうんですよ。
皆さんにご迷惑をおかけしやしないかと思っても私ハラハラしましてね。はい、ありがとうございます。ちょっとスタンド2番さんお会計ですね。お調子を3本に松焼きに対し、それからおこでの赤だしにあのご飯のお会。あ、やいにし。あ、そうですか。あのやいにしていただきます。ありがとうございます。またありがとうございます。ありがとうございます。ほら、もういらっしゃいまし。どうぞこちらへ。どうぞ。お三人さん、お調子でしたね。何かお通し物は？結構急ぐな。今、若様にご馳走になっちゃって、もう腹がいっぱいなんだ。こんなところもまずくって食えるか。あら、熊野さんの意地悪ね。どうせそうでしょうよ。俺が意地悪なら、お千代女子はケツ曲がりだ。ざまみろってさ。いや、しかし、若様、さっきの鯛の頭、天下一品ですね。いや、実際うまかったですよ。なんなのうまいか。え？うまかったですよ。いや、若様と違って、僕の技は何食ってもわかんないな。若様、だけど、高いことも高いですな、あのうちは。何しろ、鯛の頭が1人前5円なんて全くべらぼうだ。なお、3人で15円だからな。おいおい、それを言うなよ。だから、下船のやから困るよ。お待ちどうさま。見たわよ、新聞。いや、あんなこと僕何も知らないんだよ。だってあんた。おいおいおい、何をちょこちょこ言ってるんだい。知らんぞ、お嬢女子は。いえ、あのね、今日ほら新聞に若様の噂が出てたでしょ。だもんですから私も何かご馳走していただこうと思って。ごちそうさま。若様、あれじゃご馳走がちょっと物足らんですな。なあ、松本。おお、そうだとも。ねえ、若さん、熊野もああ言ってるんですから、今夜あたり一つ新橋の方へ、どうでしょうね。いや、悪くないですな。ね、僕は帰るよ。え、お帰り。なんだかもう今日はもう飲みたくないんだ。さよなら。いや、どうも、ご縁というものは不思議なものじゃ。この間あなたのお父様のな売り立てが骨董クラブでありました、あれは、その折に落札させていただいたのだが、お嬢様も見覚えがおありでしょう。存じております。いや、さすがはどうも、竹本氏爵家はお家柄だけあって、どうもあの売り立ての筋のいいこと、もう商売人がみんなもう感服しておりました。いや、しかし、ご縁とは言いながら、この探入にはここへ縁づいてもらうし、お嬢様にもまた来ていただくと、いや、どうも誠に、不思議なような、お話じゃ。いや、これはわしの癖でしてな。このチュンチュン音がその、なんとも言えんその善味があるのでね。土壌の二層両年として小説とはすなわちこの調べなり、ですかな。おっしゃってらっしゃんざますけど。ほうほう、おかしなやつじゃな。いや、恥ずかしがってるのだろう。うち来てしょうがない。そのお嬢様にうちに来ていただいたら一つ直してもらわなくちゃ。この お嬢様ですら女子の身をもってわざわざ来てくださったのに、その男子のくせにその恥ずかしがったりなんかしちゃいかんちゅうて。ここへ座ってきなさい。そんなその見合いとかなんとかそういうその改まったものじゃないのだから。困りました。ではちょっと待ち遊ばして。
らっしゃってくださいませとおっしゃっていらっしゃるんざいますけど。だからさ、おかつ、僕がその前に話したいことがあるからこっちへ来てくれって言ってんじゃないか。そう言ったまえ。ではちょっと待ち遊ばして。いいえ。ねえ、お家の方どうでした？ここじゃ話せないから、あっち行こう。じゃあ、おばさん、ここ置いときます。ありがとう。どうだったの、見合いの方は。見合いにも何も、僕はその女なんかに会わずにうちを飛び出してきちゃったんだよ。それで私たちのことをお父様に話してくださらなかったの？だって全然親父が僕に会ってくれないんだ。そう。いや、私たちのことを話しても無駄ね、きっと。どうして？許してくださらないに決まってるわ。そうかもしれないな。じゃあ、あんたどうするの？どうするって、僕。昔の芝居なら、あなたの幸せのために私が身を引くってとこでしょうけど、私そんなの嫌よ。僕だって嫌だよ。じゃあどうするの？どうするって、そうさな。大変だよね、あなた。どうして？だって肝心な時になってちっとも気持ちが何も決まってないじゃないの。だけどね、僕は親父がどうしてもいけないって言ったら、うちを飛び出しちゃって君と一緒になるよ。本当？もう本当だと思う。本当ね。本当なのね。きっとね。私嬉しいわ。私、あなたの口からそれを聞きたくて今まで待ってたのよ。よく言ってくだしたわ。本当によく言ってくだしたわ。でも、大丈夫かしら。疑り深いね、君は。そんなに疑うんだったらね。あ、このお寺にはね、とても有名な木があるんだよ。その木の前でね、二人が誓いを立てれば、たとえ今二人が別れていても末はきっと一緒になれるっていうんだ。でそこ行って誓いを立てよう。あそこだよ。なんだかそんな絵があったわね。議題をぜひたっぷり伺いたいと思います。お世辞言うな。なこと言うたってわしの機嫌は直らんよ。いつもの機嫌の悪さと機嫌の悪さが違うのだ。一体どう遊ばしたので？一郎が家でしよったんだ。家で
若様、どちらへおいでになったんだ。どちらへいらしたか分かっておりますな。わしが怒るわけないじゃないか。わしは怒っとんだぞ。ああそう、いや、よろしい。もうそういうことならもう万事ね、この私が引き受けましたから、ご心配なく。もう一旦男が引き受けた以上はもう親船に乗ったきでね、ご安心ください。そうですか。ちょっと、ちょっとお前さん、ちょっとご苦労よ。なんで？お引き受けするのもいいけどさ、大旦那の方はどうするの？どうするって何がよ。いいえさ、そんなことしたらもしもお前さん、せっかくああやって大旦那お屋敷お出入り許してくださったのにさ、またダメになっちゃうじゃないの。何を言ってやんだな、こいつは本当に。やっぱりおめえは女だな、おい。なんだって？いやね、女子ですよ。昔の人はうめえこと言ったね、女子と精進は養い方してな、もっと鼻太く持ってな、おめえの目のぐり玉広く高いとこつけるんだな。目玉はどうすんだよ。怒らねえやつな、目玉広く高いとこつけろってんだよ。へえ、はばかり様、私はこれでもね、親から授かった目ですからね、どこにつけたって大きなお世話よ。何さ、自分だって大きなところつけりゃいいでしょ。そんな頭のてっぺんに大きな空き地があるんだからさ、いくらでもつけないじゃないの。えっ、やろお前、ちょ言うにことがいて、おお、これ何お前、空き地があるとお前言うにことがいて、お前俺の頭のこと言わなくたっていいじゃねえかよ。なんで広い空き地があるとお前、郊外電車の沿線じゃあるめしさを、第一おめえと俺とは夫婦になって20年この方なお、俺の頭のことは絶対に言わねえと約束しやがってよ。今日にかけて俺の頭のこと言いやがった。もう勘弁できねえ、畜生。侮辱された以上はね、出てきやがれ、畜生め。ああ、出てく、出てくよ。お、出てけ、畜生め。出てけ、いいんだろ。出てやがれ、こっちよ、畜生のよ。もうね、あ、いや、あの、我が様ね、ちょっと止めないでくださいよ。もう これね、畜生、人の頭のこと言いやがって、まあ、なんてこの畜生、まあ、むごいやろなんだ。むごいのはお前さんの方だよ。このゆやかあたりの金冠坊主め。金冠坊主、ああ、畜生、めこと言いやがった。この野郎、本当に我慢できねえ。ふたっこらしてやる。こいつね、旦那様、おかみさんもおよしなさいって言ったぐらいじゃありませんか。おっ、いや、これはどうも、若様、とんだところご覧に入れましてどう。そりゃいいけどね、僕の方は一体どうなの。あ、そうか。あ、いや、あのね、決してご心配なく、あの、もう私が引き受けた以上はね、もう大船に乗った気でもってね、あの、もう大旦那の方は万事ね、あ、もうめんどくさいからね、あの、この私たち夫婦でもって仲人になりますからね、今夜あたりこのさーっと仮祝言をやっちゃいましょうね。おめでたいことで。お供よ、この裏船にこめて、この裏船にこめて、月もろともに入れしごの波の淡路の島影よ、それが僕らの新婚旅行かい？そうよ。なんだか少しわびしすぎるね。ねえ、歌でも歌いなさいよ。気違いじゃあるまいし。そんなことないわよ。そうかい？そうよ。何でも楽しい、それは新婚。裏かな住まいも可愛いお前と一緒に暮らせばなんて辛かろう。けれど寂しい、これが僕らの新婚旅行か。No.
の指図で経済封鎖。こうして二人は次第に安い家賃の家へと落ちてゆく。哀れ借金山をなし、七は流れて川をなす。荒海渡る清かな、どこまで続く貧乏像。三日二夜は食もなく、上迫り来る新状態。すでにお米もなくなりぬ、仕方なく泣く我が妻は、元のおでん屋に働きぬ。じゃあ行ってくるわね。じゃあここへ5000置いとくからね。お芋かなんか買って食べといてよ。その代わり今夜お土産持って帰ってくるわ。じゃあこっちよ。え、この5000持っといてよ。どうして？だって君電車賃がないんだろ。何、いいのよ。あそこなら歩いたって1時間ぐらいで行けるわ。そのぐらい歩いた方が体も温まっていいのよ。そう。じゃあ行ってきます。おじさん行ってきます。あ、行ってらっしゃい。いい天気だのに。あ、おい、誰だよ。気をつけろよ。全国の何県のどこだっていうのをぴったりと当てちゃうんだよ。
そうですか。あ、お中よし、お中よし。とっても面白いことあるんだよ。何ですか。ほら、ここへちょいちょい来たろ。うちのドラ息子。あの、一郎さんって方ですか。あれさ、あの野郎がね、女とどっかへ駆け落ちやがったんだよ。駆け落ち。まあ、そうですか。そのおかげでね、ガラマサ殿近頃すっかりおとなしくなっちゃってね、あんまりみんなおかみがみとならなくなっちゃったんだよ。それでね、母体心とかなんとか起こしてね、実は今日はね、時ならぬボーナスを頂戴しちゃったわけだ。あのバカ息子、案外いいとこあるな、おい。いいとこあるよ。そう。でもなんだかお父様お気の毒ね。あ、おっちゃん。え？ちょっといない。何か。あんたもう帰んなはれや。11時だぜ。まだいいんですの。いや、帰んなはれ帰んなはれ。電車があんたないようになってしまいますから。そうですか。うん、すいません。じゃあわがままさせていただきます。そんな遠慮はいらんこっちゃな。お帰り。これ持ってきて。すいません。あ、それからな。これ。ねえ、あなた今日一日何してたの？何にもしてなかった。退屈だったでしょ？うん、それほどでもなかった。そう。あのね。今日お店で実はとてもいい話聞いたのよ。なんで？あなたの働き口。え、どんなの？でも怒っちゃいやんよ。怒りゃしないよ。きっとね。うん。そう、じゃあ話すわ。実はね、でも本当に怒っちゃいやんよ。怒りゃしないって言ったらなんだよ。あのね、ちんどん屋。違うのよ。ちんどん屋だって、まあ、普通のと違うのよ。で、今度その人はね、宣伝会社を起こしたんだけど、今までのちんどん屋をぐっと新しくモダンで行って、ジャズのちんどん屋を始めたんですって。ジャズ？ええ、そうなの。それでね、どうしても歌の歌える人が欲しいって探してるとこだったの。で、私早速あなたのことを話しといたわ。どう？怒ったの？怒りはしないけど、嫌だな、そんなの。だって一日5円になるのよ。5円になったって、10円になったって、20円になったって、嫌だな、そんなの。あなたもまだお坊ちゃんね。まだ見栄や張りが抜けないのね。当たり前じゃないか。いくら食うに困ったって、嫌だな、そんなの。それがいけないのよ、あなたは。ああでもない、こうでもないって仕事のより好みばかりしていて、いつでもブラブラしてさ、そのくせ人一倍お金が欲しいくせに。なんで、自分が働いてるかと思って威張ってやがら。あなた、そんなこと言っちゃ嫌。そんなこと言われると私。貧乏って嫌いさ。
かが？ね、いただきます。でも変なものね。え、何？だってあなたにお目にかかったり、お話しするの初めてなんですもの。ああ、そうですね。お互いに写真だけか知らなかったんですね。お茶のおかげいかがです？あ、とっても結構です。これおつまみになりません？うちで焼いたんですけど。あ、いただきます。僕も美味しいですね。あなたにはいいものがありましたわ。ちょっとごめんなさいませ。お酒ですか？え、これお父様の秘蔵なんですけど持ってきちゃった。1848年ちょうどドニゼッティの死んだ年のコニャクですわ。なんですけど、今度の慈善音楽会の切符を買っていただけませんかしら。いただきますと。じゃあ10枚お願いしますわ。あ、すみません。あ、お金は後でいいのよ。今でもいいんですよ。音楽会の時にいただきますわ。じゃあ、あなたの新家庭のご幸福を祈って。あ、あ、ボートルサンテ。金5円。ああ、こいつはいけねえ。5円が10枚だから50円と、音楽会はあと10日だ。いや、あったな。どうやって払うんだよ。皆さん、顔を磨きな。
が働こう。来ますよ皆さん、歯を磨きなさい。ねえあなた、本当に偉いわ。今日で8日目よ。私そう言っちゃすまないけど、あのお仕事ね、最初の1日か2日でお辞めになると思ってたの。いつかあなたのこと悪く言って本当にすまないと思ってるわ。これにはね、ちょっと訳があるんだよ。これだ。竹本栄子ってあなた見合いをしようとした方でしょ。うん、この間会っちゃったんだ。どこで？うん、崖の上に住んでんだよ。まあ、それで？それでその切符買ってくれって頼まれちゃった。それでまさかお金がないって言えないだろう。そうよ、そうですとも。だから引き受けちゃった。弱っちゃった。でも本当によくやっていただいたわ。あんな人たちに私たち見下げられたくないんですものね。そのうちきっと見返してやりましょうね。世の中って人が少し具合が悪くなるとすぐと変な風に見るんだから。あなたはもっと早くそう言ってくだされ、私お店から借りるなりなんなりしてそんな心配かけなかったのに。だってさ、また君が怒ると思って。怒りゃしないわ。怒る道理がないじゃないの。そうでしょ。ねえ、それともあなた私に何か怒られることでもあんの？ないよ、のどあれしないよ。でもずいぶんおきれいな方ね。ねえあなた、あなた私とこんな風になったこと後悔してるんじゃない？嫌なこと言うなよ。嫌なこと言っちゃう。とにかくね、この切符のお代は私が払いますから、こんな音楽会行かないでちょうだい。さん、お休み？へえ、何や今日あんた体の声が悪いからな、休ませてくれ言いましてな。へえ。おっさん。へえ。あの人お腹が大きいんじゃないかい？そんな拙者なこと旦那言うてやんなんないな、あんたあれでもまだ重くだせ。あの、表の戸締まりしてもいいですかね？あの、うちの人、さっきお風呂に行くって出てたんですけど、すいませんが、もうちょっと待ってくださいな。へえ、ずいぶん長いお風呂ですね。お千代のやつはね、もう今夜の音楽会行っちゃいけないって言って朝からずっと僕を見張ってるんだよ。うん、とっても感じが悪いから、一杯やりたいんだ。だからこれから君ん家行ってもいいかい？ああ、そりゃちょっと具合が悪いな。ああ、ちょっと都合がない。いや、あのね、さっき私もね、かかわとね、晩飯のことでね、喧嘩しまったんですよ。ああ、私の大嫌いな新宅が出しゃがってね、歌の文句にあるでしょ、ほら、ハゲ叩いて噛んでみろ、おや新宅湾の味がするってね。あのね、私もね、相当抜け出してね、あのどっかで一杯やりたいと思ってたんですよ。じゃあ、あのこうしましょう。あのね、あの金助町ね、あの交番のところに待ってますから。待ってますよ。お待たせいたしました。こちらは日比谷公会堂よりの中継放送であります。ただいまより竹本栄子さんの読書をお送りいたします。曲目は2つございまして、最初はロシニー作オペラ「セビラの離脱詩のうちのアリア」、伴奏は新音響管弦楽団、指揮は鈴木誠一であります。Yeah.
やっぱりラジオかけてくださいな。いいです、いいです、いいです。私、あんな男とは断然別れますわ。誰が何て言ったって私断然別れますわ。私だって別れるわ。なんだあんなハゲチャビン。お金のことをひどいもの言われた身分か、本当に。私、考えてみりゃ随分バカだったのね。身分なんか何でもないと思ってたけど、やっぱり人間って身分を考えなきゃダメね。私なんかどんなに貧乏したって平気でやっていけるけど、これから先どんなに貧乏したって子供だけは私が育てていきますわ。子供？子供ってできたの？あんた。そんなら、ちょっとなぜ早かったにそう言ってくれなかったのさ。いえね、もしあんたに子供ができたら、すぐ知らせろとお屋敷の大旦那様から言われてるのよ、私は。そうかい。それはおめでとう。うん。そうかい。おまん。おまん。はい。どちら？私はこの二三丁先の上司屋のもんですけど。ああ、あの飲み屋さんの。多分お宅の旦那らしい頭のハゲたお方と、それから若いロイドマンの方がお見えになりましてね。あら、お千代さん、お宅のと一緒なんだよ。まあ、どこで示し合ったんだろう。男って本当に言わないよ。あ、でね、メガネの方と、それから頭のハゲた方がね。ちょいと小僧さん、よしとくれよ、ハゲたハゲたって。あれでも案外年は若いんだからね。おいくつなんです。そんなことどうだっていいよ。どうしたのさ。で、なんだか大変お酔いになってね、お二人でどうしても死ぬんだ死ぬんだってお出かけになったんで、で、まあ、念のためお知らせ上がったんです。死ぬんだって。あら、まあ、お千代さん死ぬんだってさ。ちょっとどうしよう。ねえ、お千代さんだ、そんな落ち着いてる場合じゃないよ。一緒に探しに行っておくれよ。あんたの旦那さんだって死ぬんだよ。さあ、落ち着いてないでさ、さあ。どうしようね、本当に。警察届けた方がいいかしら。まさかそんなことないと思うんだけどね。でもさ、こんないい月夜にうちの人だったら光るからすぐ分かるはずなんだけど。そうね。あの人ったら、もし死ぬんだったらお前が先でも俺が先でも嫌だって。お前と顔を合わせたな、バカめが。お前はうかつに聞いたのだが、ちんどん屋をやっとったそうだな。
なんだよ。これはわしのいつもの癖じゃねえか。一年会わない間にお前もう忘れよったのか。いえ、そうじゃないんですよ。タバコ一本くださいな。何？タバコ？お千代さんとやら。は？失礼じゃが、あんたよほど偉いお方じゃと見える。いや、一郎によくこんな貧乏させてくれよった。すみません。いやいや、わしは礼を言うてるのだ。この一郎のようなこんな贅沢な、わがまま者が、もうタバコ一本吸えないような、あるいはそのちんどん屋にまでなるというような、そんな境遇にも耐えうるような人物になるとは思わなかった、これはもうみんなあんたの力じゃ、ようやってくださった、これはもう感服のほかない、青年はすべからく苦労すべしじゃ、艱難難事をたまにす Boys be ambitious 一郎はあじゃない、お前この千代さんと新規巻き直しに新婚旅行に行ってこい。このお部屋は新婚のお方しかお入れしないんでございますのよ。なんでございますか、新婚のお方にはこのお部屋が一番思い出の深いお部屋だったと申しまして。どうしたの？議題を聞かせてやろうと思うが、どうじゃねと言ったんだよ。議題を、やった。